はい、これからですね、お昼12時半の生配信に向けていろいろ準備中なんですけれども、YouTube の仕様変更がちょっとだけあって、今ちょっと、どうやったらいいのみたいになってます。それからですね、これはクロケンおじさんの誕生日のプレゼントの一環ですが、このコードね、高いもんじゃありませんけれども、このコードが新しくこのカメラに接続されました。これは、USB というのがですね 2.0 から 3.0 になってもう久しいんですけれども、うちの、備品としては 2.0 をずっと使っていました。だってまだ使えるんだもん的な、まあ貧乏人によくありがちなやつですけどね、それを 3.0 に変えました。5メーターで 3.0 の、コードです。これがですね、昨日ちょっと試しに見てみたんですけど、綺麗に映ってるような気がするのね。やっぱり容量とスピードが違うと違うのかしら。ということで、お誕生日のプレゼント、自分で、これとこれとこれって買ったのが、これがまあ安いですよ、1500円しなかったかな。それから、4テラのハードディスク、これはねコンピューターの動画の、データがねもうパンパンでやばいことになってるんで1台追加しました。それと譜面台買いましたよ。あと今度譜面台セットしたとこをお見せしますね。ということで今日これからスタートです。ジャン君は生配信がある日には寝てるね。後で起きるかな。はい、ということでもう一人、よいしょ。はい、ポンちゃんもお休み中でございます。その間外に締め出してしまいました。もう長いこと3時間以上もっとかな、隣の部屋でね、暑いのにまたタンスの上で寝てましたが、その間にあそこの扉ねずっと開けてたんですよ。開けてたんですけれども、さっきちょっとトイレ行って戻ってくるときに、育ちがいいのでね、扉パシッと閉めちゃいました。ごめんね、ポンちゃん。拗ねた拗ねた拗ねた。ねえねえねえポンちゃん、外でしばらく泣いてたので、なんで入ってこないのって振り向いたら、閉まってたのね、開けてよって言ってたのね。ポンちゃん、はい、はい、はい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 、これはどう？休憩。そしてジャン君はずっと寝てるね。ピントが合わない。はい、やった。あ珍しくジェン君がですね、さっきちょっとギターがバタンと倒れたのでビビってここに上がりました。そしたらうんちゃんは私もって言って入ろうとしたのね。今ね入れなかった。可愛い2人です。ジェン君ここ久しぶりだね。ポンちゃん、
はい、パンちゃん。はい、はい。このような感じで暮らしております。はい、もっちゃんだ。はい、はい。じゃーん。はい、これ。まあまあ細かいものはいくつかあるんですけれども、今回黒犬おじさんが、お誕生日に自分で選んだのはこの譜面台です。この譜面台がなぜ必要だったかというとですね、やっと再開された、フォークソング同好会で、まあステージでそれぞれ順番に歌うんですけれども、めっちゃ上がったのね。この何ヶ月かの間にまた戻っちゃった度胸がねということなので、実を言うとうちで練習をしている時はあぐらかいて、まあ地面に座った状態で弾いているのに慣れちゃってですね、椅子に座って譜面台を見てというところで、なんとなく上がったような気がするので、家でも同じようにして歌おうということになりました。はい。結果2回目に行ったんですけども、その時はそんなには上がらなかったな。ちょっと練習の行き渡ってない曲をちょっとやってみたので、その部分では少し不安があったんですけれども、前ほど上がらずにできました。譜面台のおかげです。ありがとう。そんなお誕生日が明後日です。この動画が、投稿される頃にはもうお誕生日になってると思うんですが、今はまだ28日でした。もうみんな寝ますよ。じゃんけん、ここをどけてお布団を敷こうと思いますけれども、いかがなもんでしょうか。そうなの。じゃんくんどうする？なんかその手ってかわいいね。ふいふいふい、かわいい。舐めたな。かわいいね、じゃんくん。さあ寝ましょう。